いたんだ。だって、だって腰抜け野郎が。もうじゃれ昇乱。あれ、なバカな。じゃあ一体誰がじゃれモンスターなのでござるか。誰だ貴様らは。いいんだ、空飛ぶ正義の味方にゃろりなんちゃって。野郎どもやっちまえ。さてどうしたもんでしょう。俺たちがこいつらをやっつけるわけにもいかねえしな。そんなことをしたらノベルワールドはめちゃくちゃですわ。そんなことを言われても。難しいことに挑戦するのも青春だ。ピーターパン殿に頑張ってもらわねば。よし、僕に任せてくれたまえ。ピーターパン君、ピーターパン君、勇気を振り絞るんだ。でも僕怖いのは分かってる。でも君はウェンディが好きなんだろ。好きな女の子のためならどんな困難にも打ち勝てるはずだ。それが青春だ。青春。そう、恋愛は青春だ。バカラッチ、青春。よし、怖いけど僕は頑張る。くそ、見てろ。ウェンディ、飛べたニョロリ。ウェンディ、こら、ティンカーベル、お前嘘つきやがったな。睡眠学習でピーターパンを高所恐怖症にしたって言ったのはお前だろうが。睡眠学習。高いところは怖い、飛ぶのは怖い。高いところは怖い、飛ぶのは怖い。だから俺はこの船をわざわざ空飛ぶ海賊船に改造したんだぞ。ティンカーベルってフック船長の仲間でござったっけ。ピーターパンの親友ですわ。ってことは、あ、もうそれをしゃべっちゃおしまいでしょ。フックのおバカじゃれ昇乱。ティンカーベル、なんだこいつは。貴様ら一体何者だ。中二戦士爆裂エドベンチャーを。ノベルワールドを荒らすジャレーモンスターは俺たちが許さん。何やってるでござるか。と言われましても大事なものが、あれまたこれまた、はてさてどこへ行く。くそ、あいつの翼何とかなんねえのかよ。そうだニョロリ、翼は根元が弱いニョロリ。オッケー、僕に任せてくれたまえ。冷徹ブーメラン。やったニャロリ。大攻撃決めた。
パパ、私ごめんなさい。ううん、いいんだよ。あれ、私こんなところで何やってるの？ティンカーベル。さあ帰ろう、僕らのネバーランドへ。元に戻ってよかったね、ウシ。飛べないピーターパンなんてやっぱりピーターパンらしくないわよね。自由に空を飛べたら気持ちいいだろうな。なんだか僕も空が飛びたくなっちまったぜ。ニョロリは？あんたは諦めない。あれ、ニョロリ？こうやって翼の強度を2倍にしてと。ウフフニョロリ。懲りないやつ。大武術大会爆丸が結婚。じゃねえ、ショーラ。